やばくないですか、豪華すぎて。ね、何が言いたいかというと、それだけ珍しいんだぞってことです。毎度ワイン三昧竹舞です。今回は2022年上半期、私が感動した赤ワインをご紹介したいと思います。イエーイ。もう今回はね、ただただね、私が思い出に浸り、まあ、皆さんに自慢する回でございます。この上半期でグラスワインや試飲も含めて、おそらく200種類以上のワインを飲んできたんですけど、そこからね、もう頑張って5本選び抜きました。いやー、赤はね、本当にめちゃくちゃ悩んだ。だってどれも美味しいし、もうね、一生のうちに飲めて本当に幸せでしたっていうワインばかりなので、早速ご紹介していきます。はい、1本目はこちら、マヤ。作り手はダラバレービンヤーズ。お値段10万円くらいですかね。アメリカカリフォルニア州ナパバレーのワインで、カルトワインと言われてますね。どういうことかっていうと、もう需要と供給のバランスがおかしくって手に入らない、オカルト的な存在という言葉が由来になってるんですよね。たとえお金があったとしても、どんなにこうお金を積んだとしても、飲める機会はそうめったにやってこないっていうワインです。そしてヴィンテージはカリフォルニアで最高の年と言われてるうちの一つ、2013年ヴィンテージです。で、ブドウはカベルネソービニオン 53% のカベルネフランが 47% なんですけど、まあ、カベルネフランって通常のワインではこんなにね、ワインの中のほぼ半分も使われないような品種なんですよ。使われてもなんか10何パーセントとか30何パーセントとか、うん。で、なんでかっていうと、ちょっとね、カベルネフランは草とか野菜っぽい味わいが特徴として出てきてしまうので、まああんま使われないんですけれども、でもね、この時、他にもカルトワインって言われるスクリーミングイーグル様とか、アイズリー・ビンヤード様とかね、一緒に勉強したんですけど、その中で、ダントツ、マヤが一番竹井の好みでした。で、もうマヤの味わいは、優しさに溢れてね、包み込んでくれるようなまろやかさ、リッチなタンに、洗練されていて、繊細さが一番あったと感じたんだよね。多分これは、そのカベルネフランから来てるんじゃないかなと思ったんですよ。そしてマヤは新世界、ニューワールド最上のカメルネフランベースのワインと言われてるんですけど、まあ確かにそうだなぁと深く頷けました。ちなみに余談になるけど、マヤってなんか日本人の名前にいそうじゃないですか。それもそのはず、このダラバレービンヤーズを立ち上げたグスタフの奥さんはナオコさんという女性の方で、このマヤというのはお二人のマナ娘さんのお名前なんだよね。自分の名前がさ、もしワインになって、こんな世界中の人に愛されるワインだったら、もうどんな気持ちなんだろうとね、勝手に、娘の気持ちになって想像しちゃいました。まあ、マヤ、マイ、近いけど全然違うね。はい、2本目はこちら、シャトーラトゥール。こちら皆さんご存知であろう、フランス、ボルドー、サガンの五大シャトーの中の一つですね。また、五大シャトーの中で一番力強いと言われているのが、このシャトーラツールなんですけど、こちらのワインをいただいたのが、ソムリエとして働いている時でして、なんと、持ち寄りシャトーラツール会という、なんとも贅沢な会が行われて、だからみんな、シャトーラツール一本持ってくるんですよ。で、この時ね、なんと、ラトゥールだけでも、1970年、96年、2002年、3年、13年の5ヴィンテージを飲み比べるというね、奇跡的な回にてサーブをさせていただきました。やばくないですか？豪華すぎて。やばいよね。でもこうやって飲み比べをするのは、本当に本当に勉強になりまして、ボルドーのワインは1年ヴィンテージが違うだけでも、セパージュっていうワインの中に使用されているブドウ品種の比率が違うし、全然ね、ワインの味わいもヴィンテージごとに変わるんですよね。その中で一番感動したのが2003年ヴィンテージでした。ブドウはカベルネソーヴィニオン 81%、メルロ 18%、プティベルド 1% のブレンドですね。力強いっていうイメージの強いラトゥールなんだけど、抜粋したてからびっくりするぐらい華やかでした。うん、シダとか、杉の木とか、もう自然の森の中にいるような感覚と、赤系果実が絶妙なバランスのハーモニーなわけですよ。もちろんね、この時いた皆さんが2003年が全員思ったかどうかはね、わかんないけど、とにかく私はすごい感動しました。シャトーラトゥール、こういう見た目なんですけれど、本当にね、こういう建物が建ってるんですよ。こちらはね、ちょっとヴィンテージが違うんだけど、これもまあ美味しかったです。これは2000年でございます。で、その2003年ヴィンテージ、後で調べたらパーカーポイント100点でした。あー、やっぱりロバート・パーカーさんもお好きですよねっていう、一人でね、深く頷いておりました。そのぐらいポテンシャルがもう本当に本当にすごかったです。はい、3本目。
シャトー・オーゾンヌ。こちらは今のラトゥールとは反対の騎士、ウガンですね。サンテミニオン地区の名ワインです。このワインはまず、ボルドーっていうのは比較的広い畑を持っている、広いシャトーっていうのかな、持っている生産者が多い中、オーゾンヌのシャトーはすごい小さいんですよ。調べたところ、五大シャトーの一つ、シャトー・ラフィットの14分の1しかないんですね。で正直五大シャトーって、いろんなところでちらほらお目にかかりますし、なんかみんなで飲もうみたいな感じで、こう何度か飲んだことあります。いただいたことあります。でもこのオーゾンヌは、お目にかかることすら初だったんですよ。こう一緒にこちらを飲んだのは、ワインがとてもお詳しい方々だったんですけど、シャトーオーゾンヌ飲むの2度目ですとか、初めて見ましたっておっしゃってる方がすごい多かったですね。ね、何が言いたいかというと、それだけ珍しいんだぞってことです。で、ありがたいことに2ヴィンテージを飲み比べさせていただきました。はい、2つとも持っております。こちらですね。ね、エチケット全然一緒だけど違うよね。1つはパーカーポイント100点の2003年ヴィンテージ。もう1つがパーカーポイント91点の1983年ヴィンテージです。どっちが感動したかというと、じゃん！はい。パーカーポイント91点の1983年ヴィンテージでした。もうね、なんか、熟成が進んでね、余韻が長いんですよ。そして、こう、土っぽいんだけど、どこか甘やかなの。で、なんか、ちょっと焚き火の中にいるような、焦げたニュアンスも感じたな、もう、いい意味で、ですよ。でも正直、わかりやすいパンチ、まあ、要は、タンニンとか果実味の豊かな味とかは、はっきりしてるわけじゃないんですよ。だから、ワインを飲んだら、目をつむって、こう、2分間ぐらいワインとこう対話するわけです。ワイン知らない人からするとすごい気持ち悪い光景かもしれないですけど、もう誰かと喋っちゃダメ、もう一人でねこう考えるワインについて、はあ、はあ、ふむふむみたいなってことをして、初めて本当のオーゾンヌの良さが分かるんだと思うんですよ。で、私が尊敬するソムリエはボルドーのね、いろんなワインを飲んで自己主張の強いワイン、だからラトゥールとかもたくさんあるけど、聞いたら一番答えが返ってくるのがシャトーオーゾンヌと言ってました。どういうことかって推測すると、きっとちゃんとワインと向き合って対話をしていったら、一番深い答えが返ってくるのがオーゾンヌっていう意味なんじゃないですかね。でもそれが本当に納得のワインです。もうね、大勢でワインを飲むノリとかでは絶対抜栓してはいけないワインです。はい、4本目はアルマンルソーシャンベルタン2017年ヴィンテージ。もうフランスブルゴーニュでなかなか手に入らない生産者のお一人ですね。ジブレシャンベルタ村の帝王と言っても過言ではないと思います。こちらもですね、ソムリエとしてアルマンルソー会にてね、サーブするという幸運がありました。で、アルマンルソーとは今ちょろっとお伝えしましたが、フランスブルゴーニュ地方の中にジブレシャンベルタ村がありまして、そこに拠点を置いて、で、この村の中でもいくつもね、違う場所に畑を所有してるんですね。まあ一応ざっくりとこんな感じです。まあ、他にもあるんですけど、何が言いたいかというと、まあ、とにかくいい畑をたくさんお持ちなんですよ。で、この時飲み比べさせてもらったのがこちらの5本でした。これ全部アルマンルソーでございます。そう、畑によってラベル、エチケットが違うんですよね。もうなんだかシャンベルタンが一番気合い入ってる感じしません？ね、で、このシャンベルタンはこんな素晴らしい顔ぶれのワインたちの中でもね、いやもう本当に全部素晴らしいから、その中で候補つけるなんて恐れ多すぎるんだけど、一つ頭抜けて香り高かったんですよ。ちなみにこちらです。こちら持って帰ってきました。2017年ヴィンテージのシャンベルタン、よくあるのが、見かけたりするのがこっちね、シャルムシャンベルタンとか、こういうエチケットになるんですけど、やっぱこっちの方が豪華ですよね。全然違うんですよ。で、私はもちろん働きながら試飲させてもらってるので、グラスにちょろっと注いだのを何時間もかけていただくんですけど、その中でもずーっとネメシ川美しいさん、明るめな色の腐葉土のような感じとね、華やかさと綺麗な骨格をキープし続けていました。幸せでした。でも人によっては2017年ヴィンテージってまだまだ若いんじゃないのっていう人もいるんですけど、美味しかったです。はい、では鳥を飾る5本目はこちら、ロマネコンティ2013年ヴィンテージ。もうね、ワインを少しでも勉強してる人ならば知らない人はいないですよね。ソムリエとして働いてる時にこちらも試飲させていただいたんですけど、いやもうこれはね、サーブするのすんごい緊張しました。トップオブトップですからね、忘れもしない2022年1月28日にいただきました。もうね、香りは香水、香水なの。最初は甘やかな香りがして、ちょっと時間経ったら次はスパイシーな香りが強くなって、で、最後の方は
柔らかくなるんですよね。もう凝縮感が素晴らしかったです。なんかもう私が言葉にすればするほどチープになっちゃうんじゃないかなって心配なんだけど、もうとにかく幸せに包まれました。ちなみに皆さん知ってます？ロマネコンティにはロマネコンティ用のグラスっていうのが存在するんですよ。バカラのグラスなんですけど、こちら一脚5万円もします。もうね、金魚泳げるんじゃないのっていうぐらいね、もうすごい大きいんですよね。やっぱりね、普段のブルゴーニュグラスで飲むのとロマネコンティ用のグラスで飲むのと飲み比べもしたんですけど、全然違うのね。そう、こんなにねグラスでっかいのに、そこから溢れんばかりの香りの強さ、もう広がりなんですよ。もうロマネコンティは次の日までも自分から香ってるんじゃないかみたいな、そうみたいな感じがしました。余談になるんですけど、これをねインスタグラムに上げたら通常の3倍の数のいいねありましたよ。世界各国から。普段いいねね1000ちょっとぐらいなんですけどね、3000超えてるし、一番右のね保存の数だっていつも10くらいなのに37もすごいね、恐るべしロマネコンティだと思いました。やっぱり世界で唯一無二の存在なんですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いやまだまだ紹介したいワインたくさんありますが、もうね、ただのね、自慢大会っていうか、これ以上紹介しちゃうとな、いやらしい感じしちゃう気もするので、やめておきまーす。で、今回紹介したワインはほぼね、すべてソムリエとして働いてる時に、お客様が飲んでるものを、まあ、勉強として試飲して感動したから紹介してるんですけれども、私もね、そのうち自分のお金で、今回紹介したワインたちをね、購入して飲めるように、もう絶対なりますので、なってやりますので、ということで皆さん、これからもワイン三昧をよろしくお願いします。はい、ではここで今回の動画は以上になりますが、ワイン三昧ラインがありまして、登録者限定特典を今プレゼントしちゃいます。ぜひ概要欄から登録してくださいね。ではではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。まんちゃん、ロマネコンティのボトルは持ってないの？そう、ロマネコンティのボトル持って帰ってきたかったんだけど、なんか、とあるね、スポーツ選手の優勝祝いの会だったから、その人が持って帰っちゃった。もうね、私ね、ロマネコンティ持って帰るためのバッグ別で持ってってたんだけど、もうあっけなくその方が持って帰っちゃったので、まあ、しょうがないなって思いつつ、諦めました。